イバラード。そこはすべてのものが緑に覆われた魔法使いたちが住むという伝説の国。市場には奇妙な品々があふれ、上空には地上を見守るように大小さまざまの浮島ラピュタが浮遊している。この緑の平和な世界に異変が訪れようとしていた。それは新しいラピュタ、ウカの前触れなのかもしれない。はーん、イバラード、ラピュタの帰る街というゲームをやらせていただこうかなと思います。なんかいい感じの曲だからちょっと聞いてみるか。以前ファンタステップというゲームやったんだけど、それを貸してくれた友人がこのイバラードっていうゲームすごい面白いよってなんか言ってきたから、でそれでやってくれってなんか言われて、じゃあやろうじゃないかってことで、オープニングか。イバラード、よしやるか。じゃあまあ、ファンタステップのような不思議な、なんだこれ、キーコントロールか、ノーマル、リバース、よくわかんねえな。まあこれはやめたら、まあ完全初見でやらせていただこうかなと思います。ダメだ、いくら手入れしても枯れていくばっかりだ。ラピュタの羽化、それは輝く雲や星々のようなものに包まれながら、まるで脱皮するかのようにラピュタがその姿を変える現象のことを言う。その後に残されたラピュタの抜け殻には植物の成長を促す不思議な力がある。ここイバラードではそう伝えられている。ラピュタの抜け殻か、そんなものがあったらな。あれは本に出てた3人じゃないか。まさか。あったあった、ここだよ。探したぜ。今のは一体これは、これが僕のイバラードへの旅の始まりだ。確かになんか似てんな。なんかファンタステップっぽい、なんかちょっとあれが空気を醸し出してるような気がするね。ジーマの駅、なんだこれ、何ワールドだここは。これなんか汽車でなんか電車で運ばれていく感じもすごいよな。ラピュタの帰る街、俺なんか天空の城ラピュタ見るべきだったのかな、これやる前に。一体ここ
ここは。へえ、向かい側も駅になってるのか。これ動かせんの？ちょっと待って。あ、動かせるの？多分音がもしかしたら二重になったかもしれない。あ、動かせるんだ。ちょっと待って、これどうやって動かすんだ。説明書ちらっと見たんだけど。ちょっと待って。普通にこれあれか。視点変更どうなってんだ。あ、これ通りんの。今どこ歩いてみた？下がねえな、ちょっと。ここか？あ、ちょっと待って。どこで下なんだ。おー、なんか通ってきた。下向けねえな。歩くしかないの、まっすぐ。これ酔いそうだな、何これ。絵がある。あ？車庫行き回送電車が参ります。茨城中央へは、川の対岸の駅を、その川の対岸に、向こう側のところに行けってこと？で、それが迷路ってことか、これ。その迷路を越えていけと。この、ラビリンスを、マップ。マップわけわかんねえぞ、ここは。なんだ、ここは。案内図手に入れた。案内図。あ、これ使えんじゃねえか。ちょっと待って。セレクト？違うな。あ、続ける。スタート。お、来た。うーわ、わけわかんねえ。現在地どこだよ。現在地どこ。あ、でも基本これ真っ直ぐ行けば着くんじゃない？基本道なりに行けばまあ着きそうだね。あー、まあ行くしかねえか。なんなんだ、これは一体。あー、これ酔いそうだな。うわ、わけわかんねえ。ちょっと待って、こんな複雑じゃねえだろ。ちょっと待って、この前横歩きできてんだろ。あ、いける。横歩き。はぁはぁ。行った！はい！あ？なんだ？なんだ今の。何あれ？あれ体力か、あの赤いの、上のやつ。あれ体力だな。あれなくなったらゲームオーバーじゃねえか。ちょっとやばくねえか、これ。え、そういうあれなんだ。へぇ、ファンタステップみたいなあれじゃん。主人公は不死身なわけじゃないのか。何これ、俺さっきめっちゃ気になったんだけど。何これ。イカだ。イカ？うん。何が起きたの？殴った？ん？あれ飛んでって、あれがそうか。おー、なんだ。何か引っかかってる。あれなんだ、イカじゃないの？イカじゃねえや。なんだあれ。見えねえもんな。視点こう。なんだ、月みたいな。あ、なんか来てる。やばい、死ぬぞ。やばい、早く。なんだこの音は。あ。とっか、うおー、なんだこれ。宇宙飛行士。宇宙キャプテン。捕まんじゃねえの？殺されるぞ。スターフォックスか、これ。新手の。うーわ、これ見つかっ、やべえよ、これ。見つかったら殺されるぞ、これ。やばい。奴らの視点に入ってはいけない。てか、もう自分、うーわ、来てる、な、来てるって。やばいって、これ。うわ、目の前にいる。うおー、なんだこれ。うわー、ちょ、待て。話せばわかる。ちょ、追い詰められてるぞ、俺たち。あ、なんだこれ。わけわかんねえ。ちょっと待って、どこだよ、ここ。ちょっと、もう自分がどっから来たの。やばい、来てる。来てるよ。やばい。行くしかないか。使うしかないか。もうやるしかねえ。これはもうやるしかない。俺たち逃げ場なんてねえの、最初から。めっちゃなんか動かしに行けな、これな。あー。いた。道がわけわかんねえ。もうなんか、どこどうなってんの、一体。あ、これじゃん。あ、これがあの、イカのいたとこか。イカのいたところで、地図をもう一回見よう。はっきり分かんねえぞ、ここ。イカ、あー。あ、ってことは、これどうやって行けばいいんだ。対岸の駅。これ、じゃあ、あ、ちょっと待って、分かんねえ。これを、じゃあ、こう見て、まずこう見て。合ってるかな？合ってるっぽいな。じゃあ、このまま、こうで、左行って、あ、なんかでもあるんだな、これ。あ、なんか手に入れてる。あ、体力か。気力なんだ。へぇ。やっべ。来るな。くそー。獣が、恐ろしいもの。ちょっと待って。俺が多分自分のいる場所が分かったんだよ。ここ、まっすぐ行って、こう行けば、で、ここまっすぐ行くところがあるはずだから、ここで、で、今自分のところに行った。あー。まあ、右行けば、右行ってまっすぐ行けば OK のはず。俺の、
三段。俺の予想はそう言ってる。あった。やったぜ。ここだろ。ここがあれだ。目的地だ。そうやな。あれ待ってる。で、これ来るの待ってればいいでしょ。さあ来い。さあ来い。自分の字見とくか。あ、違う。もしかして間違った。あれ、あっち？もしかして間違った系ですか。これ何なんだろうね、あれね。何なんだ、一体。これ電車来んじゃないの、そのうち。あ、ほら、来た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 。これ来たよ。さあ行こうぜ。あー、あれ？あれ？これ置いてかれたんだけど。ちょ、待って。これはもしかして、あれか。やってしまったか。これ、スタート地点だったか。スタート地点っぽいな。ってことは、簡単じゃねえか。あ、なんかあるな。右下。右下もなんかあるぞ。てか、なんか説明書見たんだけどさ、なんかブーメランとか書いてあったんだよ。ブーメランがどうだろうこうだろう。ちょ、もう行くかじゃん。巻き上がって。とりあえず右。まっすぐ行くの分かった。まあ、なんとなく分かったよ。地点変更はできないっぽいね。なんとなく。俺の予感がそう言ってる。まあ、ちょっと後でもう一回見てみるけどさ。あれ、なんなんだろうな。で、これあれでしょ？イカのいるところでしょ？イカのいるところ、ダメージ食らってもいいやん。で、ここで、ちょっと待って。今自分がいるところが、まずこうで、こうで、よし、さあ来い、さあ来い。貴様には捕まん。貴様には捕まんぞ。で、こう行って、おお、ここにもいるんだ。ちょっと待って。行き過ぎたかな。あ、大丈夫だ。ここを、こう行きのこうで、こうで、こう、こう、で、こう下っていくと。あー、記録あるじゃん。ありがとう。これ死んだらどうなんだろうね。だからここクリアできるのかな。クリアできるか。まあ、とりあえずなんだろう。あれ？おかしいな。いけるはずなんだけどな。ここが、ちょっと待って。あ、いけるか。あ、こうなってる。こうで、こうで。道なりに行ってもいいかも。こうやって行こう。いや。こうで、こうで。お、新しいとこ来たぞ。新しいとこ。なんだこれ。あ？なんか押せるな。あ、動かせる、動かせる、動かせる。動かせるぜ。これ何？これなんだ？おお。なんか出てきた。え？何？回ってるね。回したのか？じゃあこうやって見るか。なんか怪しいな。どっかなんか動いたのかな？あれか？あれが動いたんじゃないか、もしかして。あそこの。どっかの建物が動いたんじゃないか。ちょっと待って、今自分がいるところ多分 右のところかな。まあ、よくわかんないな。で、とりあえずこう行ってみるか。こう行って、こうで、こうで、こうで。で、ここは結構あれな、記録が低くポイントいっぱいあるじゃん。こうで、こうで、こうすれば、おー、なんか来たぞ、新展開来たぞ。なに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 。おー、変態を組んでいる。あ、行ったね、いなくなったよ。あ、家がある。家があるだね、家が入るか、じゃあ。ペペン。タカツングの屋敷はどっか行っちまったようだな。またこの辺りをうろちょろして何か企んで。あんた誰だい。この国の人間じゃないようだね。ひょっとしてあの町から俺たちの後を。なんてこった。時空の溝はとっくに閉じちまった。時空の溝？あんたの世界とここをつないでたんだ。ここはイバラードなのかい。どうしてそれを。おじいさんがくれた本に書いてあったんだよ。まさか本当にあったなんて。不思議だな。あんたのおじいさんはここから自分の世界に帰れたなんて。ということは僕はもう帰れないってことかい。結論から言えばそういうことだ。そんな。待てよ。ひょっとしたらラピュタの羽化で時空の溝ができるかもしれないな。ラピュタの羽化。羽化って生まれるってこと。おっと、こうしちゃいられない。俺は準備で忙しいんだ。あ、ちょっと。ラピュタはいつどこで浮かすの。俺はスコッピロってんだ。この辺りじゃちょっとは知られた魔法使いよ。こいつで次の駅まで行きな。その先の池のほとりに迷金荘ってやつが住んでる。ラピュタのことが知りたかったらそいつに会ってみな。じゃあな。ああ。
謎すぎる。お、ブーメランだ。これブーメランだべ。謎すぎだな。何がどうなってんの一体。わけがわからんぞ。超展開すぎる。ボックスのブーメラン手に入れた。これ何ですか、木の上の光石になれば。ああ、さっき言ったね。なんか木の上のなんたらかんたら。あれどこだっけ、混ぜ知ってんの。ああ、でもここ来てよかったんじゃないの。光石当たるってね、これどうやって使うの。おー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 、これあれだよ。多分ね、さっきはね、あれに当てたらね、あ、なんかいる、なんかいるんじゃないの外に。で、これで、多分さっきなんかさ、変なダメージ食らしてくるやつに当てたら、多分ね、どうにか撃退することができるんじゃないかと思うんだよね。ここ何があんだろう。ここいけないの、なんか。綺麗じゃん。そろうぜ。魚釣りしようぜ。お、降りる、入れる、あれ何、ショートコットできんの。おー。いいな、これ入っちゃって。ちょっと待って。あ、でも進めないか。あ、進めねっぽいな。あ、なんか押し流されてる。押し流されてる。ダメだ、進めねえな。さっきなんか言ったよな、鉱石がなんか変な、あれどこだっけ。あ、地図見れば、あるんじゃないか。どっかに。右上、よくわかんねえな。これなんかステージがあんのかな、もしかしてなんか。その時々によって。こういうの取れんの、取れないじゃん。あれ取れないのか。調べれば取れんのかね。なんでこの音、このバーってさ。あ、来てんのか。これ切れないか。ダメか。ショートカットできんだ、これ。マジか。おー、なんか、おー、知らねえもん。なんだこれ。イバラードは様々な当然の口に浮いている。こういかによく似た。図足類って言うのか。宝石のこの間違ってる声見かけるもの、なんの話だこれ一体。なんだ、どういうことなんだ一体。酔いそうだなこれな。若干あれだぞ。ここもよくわかんないな。道がもうわけわかんねえ。こっちか。うわっ、くれ、死ね、死ね、くれ、俺の一撃。うわー、危ない危ない。どこだっけ、鉱石のとこだって覚えてないんだよな。あれか、あれか、あれっぽいな。あそこだ、たぶんあそこ。いけ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 。ここ調べようぜ、調べようぜ。ちょ、上にやろう、上に上に上で、上上上、いけ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 、上。ダメだ、鉱石に。あれ違うの、ちょっと説明してみるか。ちょっと説明してみよう。オッケー。ちょっと待て。重要な発見をした。L2 を押しながら、後ろ来てる、もしかして後ろ来てる。あれ？来てる来てる来てる。やばい。早くしなければ。ちょっと待て。おかしい。L に押しながら、三角、三角、いけ！よし！来た！なんだこれは。何これ。月の書店入れた？何これ、月の書って。調べられる。何これ。なんもないのか。なんかでもこれ、これもしかして重要なアイテムなんじゃないか。やべ、逃げよう逃げよう。どこだっけ。あ、でもこれ切符手に入れ、多分切符先に手に入れたから、多分もう行けるはずなんだよな、きっとな。次のステージに。もうわけわかんない。自分がどこに行こうかなんて、ちょっとわかんなくなっちゃった。さっきの、あれ？こんなとこ取ったっけ？何ここ？あー、これさっきのあれか。なんか回したやつは多分。回したやつに関係すんな、これ。多分。ん？ちょっと待って、これ回すけどどうなんの？右よ？なんもなし。自分がどこにいるのかわけわかんない。さっきのダニア。さっきなんか空飛んだのって、なんか機械とかじゃないのか。虫だったのあれ。虫なのか。うおーっとっと。月の石がある。おー、はいはい。スカイト、はい、使った。これで道が開けると。お、なんか動き早くね？なんか荒ぶってるぞ。めっちゃ荒ぶってる。何やってんのあいつら。ぶつかる。3つもあんだ。3つもあったか。おい、めっちゃおるやん。何これ。
来てるよ。来てるぞ。やばい、やばいってこれ。ボス戦かこれ。やべ、四天王だ、四天王。ボス戦来るぞ。あ、ちげ。はぁー。なにこれ。あー、乗れってこと？乗る、あー、これ救ったらあれか。殺されるパターンか。これ何？おいって、食らった。クソ、やっぱそんな予感がしたんだけどね。これ自分がいる場所どこなの？よくわかんねえな。見えねえよな、これ。あ、視点の移動だ、これ。L2 押しながら、バツ。いけ！おっし、よし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 。よし。ウィジャンプ！よし。はい。記録回復。これ、第一ステージ的な感じなのかな。これでいったらもうなんか最後のステージが超やばいんじゃないか、これ。めっちゃやばそうな。あ、やっといった、これ。ステージ1クリアだろ。あ、切符？切符使えた、ほい。あ、持ってるよ。おれ。これ苦労したな。あ、なんか今、光ってなかった。気のせいか。あ、違うか。これ難しそうだな、このゲーム。最初だからこんな、まあ、割と簡単だけどさ、後半になってくるともっと難しくなってくるんじゃねえか。自然の森。またすげえとこ行くのか。え、ずっとこういう感じなのかな？ストーリーモード的な、なんなんだろう、これ。